皆さん、こんにちは。渡りぐるびじです。では、今回はデート君月のオーバーブリッド、ヤマトと氷リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回は、ここまで苦労に苦労を重ねて、ついにアメリカを屈服、降伏、せしめることができました。今回は、いよいよイギリスとの最終決戦、この戦争を終わらせていきたいと思います。今回の作戦目標ですが、もう当然、最終的にはイギリス軍が保持している全重要拠点、これの攻略を行っていきたいと思っています。でまずは、アメリカの東海岸からですね、ジブラルタルを目指していく艦隊と、あとはアラビア海、インド洋方面から、マダガスカルを取るという2つの作戦をね、同時に進行していきたいと思います。では早速始めていきましょう。各艦隊に航空機は配備済みです。で、インド洋方面はですね、ご覧の蒼龍、運用、運閣という3隻の空母体制、これに護衛で潜水艦をつけるという形になります。ただね、ちょっとスパイがタイミング悪く捕まってしまったので、厳密に敵のね、場所がよく分かっていないというのはあります。了解。まずは偵察機を飛ばしましょう。敵の航空基地の場所が割れたら、すかさず攻撃隊を出す。あとは敵の偵察機のね、戻っていく場所を発見したら、それによって敵のね、位置を確認していきます。まずは爆撃隊が出てますね。もうこちらのインド洋方面の艦隊もね、爆撃機、攻撃機、まあ、航空機の数は十分に揃えてあります。まあ当然3隻体制なので、それなりの数は揃えてあるんですけど、提督は乗っていないので、やっぱりここまでね、戦いを重ねてきて連動も高まっている第一艦隊に比べると、少し容量は悪いのかなとは思います。が、まあそれでも十分だね。力を発揮してくれるかなと思ってます。あとは敵の基地がもう一箇所どっかにあると思うんで、その位置をね、確認していければいいかなというところですかね。では潜水艦を派遣していっちゃいましょう。敵の艦隊が出ているかというと、ちょっとまだ敵の艦隊の存在を確認できてないですね。ここにあるな、基地がね、もう一個ね。なので、これは潜水艦で発見させます。OK だ。潜水艦で発見できた。雨が降ってくれるの歓迎ですね、こちらからすると。少し火力が劣っているのは、まあ、艦載機の性能は同じなので、提督のあるなし。あとは、艦載機のパイロットの連動の問題ですかね。搭乗員の連動の問題。まあ、ただこれも、まあ、難なくね、クリアにはなっていくかなと思います。イギリス軍は主力の艦隊をどこに置いてるかっていうので、ちょっと次のターンで確認していきましょうか。ここまでのところ、このマダガスカルには敵、艦隊を置いていなさそうな気配があるんで、まあ、であれば、ここにね、いない分、どっかに敵の艦隊がいるということだと思うんで、敵の艦隊の位置をね、確認していきたいところですよね。さあ、これで決めていきます。OK だ。これでマダガスカルは取りました。空母にダメージが出てるね。蒼龍にダメージ。中破。
新たに空母が2隻。航空機も生まれ出ている。そしたらどうしようかな。マダガスカルには、艦隊を置いておかないといけないので、逃亡型の駆逐艦を3隻置いていきましょう。で、一旦インド洋に戻ります。インド洋に戻る理由は、ダメージを負った空母にね、回復を行っていきましょう。新しい航空機作ったは、まあ、設計は終わったものの、本当にじゃあこれを配備するのがいいのかというと、ちょっと微妙になってきてるよね。この情勢。数を揃えられないということになるんであれば、従来機を充実させる方が、なんかいい気がするね。なので、ちょっとこのまま、旧式機を作っていきましょうか。で、艦載機ですね。増やします。爆撃機をドーンと増やしましょう。で、こちらはというと、どういうルートになってんの今。なんか変なルートで向かおうとしてるよね。いや、いいのか。このルートでいいんだね。アメリカ東海岸には、艦隊を残してあるので、東海岸の防衛は十分だね。OK だ。じゃあ、これで行きましょう。カナリア沖に突入するのは第一艦艇ですね。そうか、これ空母4隻対戦できるね、次で。敵の位置も割れています。であれば、一気に蹴りをつける。まずは敵基地攻撃を行います。イギリス軍の艦隊、まあ、艦隊っていうか1隻だけだけど、敵も逃げ切りを想定した配備になってるのが違う。爆撃機がいる。古今無双とはいえ、この数の爆撃機大丈夫か。ここに敵は艦隊を重点配備していたか。ちょっと迂闊だったな。そしたら第3艦隊の指揮を取ります。敵の空母を狙う必要。敵艦隊の突入を図る。よし、これで任せちゃいましょう。古今無双は逃げ切れそうだね。さあ、敵の空母を壊滅させた。味方にもダメージは出てると思いますが、撃沈された艦艇はなさそうかな。撃沈されたものがなければよしとしましょう。いや、カナリア沖に敵の艦隊がいるとはちょっと思わなかったですね。撃沈されたものはないものの、古今無双が大破。その他、重武装従順中心に、中大破が結構ありますね。そしたらここはちょっと確実性を取りたいので。カナリア沖には第一艦隊と第十艦隊からの安土を引き抜いて、第一艦隊を現状維持。第二、第三艦隊は一度東海岸に戻してドッグ入りしましょう。で、うお、アルミよ、アルミ。アルミがこんなに潤沢にあったことって、きっと今までにない。それほどに
充実してるなぁ。こんなに充実しているアルミ資源なんて初めてだなぁ。じゃあマダガスカルの方ですが、残っている艦隊を残してインド洋からは艦隊を出す準備をしましょう。いや、これは本当に心強い。第8艦隊と第14艦隊をガッチャンコしましょう。潜水艦隊を持つ、潜水艦を護衛に持つ、まあそういう艦艇に仕上がりそうですね。で、第14艦隊は一度マダガスカルに移動します。これ、マダガスカルに留め置きましょう。で、第5艦隊のアタケ、ここにも艦載機を配備。そして、カナリア沖に入れた空母4隻体制になりましたからね。ここにも艦載機を、はい。ちょっと数が足りないですけどね。で、提督を乗せる。乗りたい奴はいるか。うおぉ。ここに来て、艦隊の充実が半端ないほどになってきたな。まあ、なんといってもね、アメリカ軍の提督たちが乗ってきてくれますからね。まあ、裏切るんじゃないかって、本来だったら疑惑を持つべきだと思うんですけど、まあ、どこ吹く風という感じかな。ここは、惜しみなく、彼らを乗せていこう。いや、航空レベル高い人多いね。アメリカ軍は。さすがのさすが。では、インド洋方面にね、井上さんを転戦させていきましょう。まあ、あとは、これらのね、小物たちを乗せてもあまり意味はないので、もうこのまま行きましょう。では、一旦進めます。惜しいなぁ。ドイツ軍もね、頑張ってくれてるね。イギリス軍を。なんとか、叩こうとしてくれてるね。では、彼らだけでちょっと戦うのは難しいと思うので、一度撤退させ、いやー、どうする？このまま行くか？ちょっと任せてみるか。うまくすれば敵いないかもしれないからね。そんなことはないで。数がちゃんと揃ってましたね。ジブラルタルは。では、こちらも、スパイを改めて投入していきましょう。もう、あまり体制に影響のない海域でね、攻勢をかけても意味があまりない。意味のあるところに、意味のある艦隊を投入していきましょう。いやー、バミューダまで戻ってってなると結構艦隊のね、行き来が大変だな。まあ、でも、ここはご利用してる。アラビア海に入った艦隊。アタケにも入ってるよね。で、インド洋はどうなった？インド洋の艦隊も回復している。じゃあ、アラビア海に集結させましょう。で、新しく今作った艦隊ですね。まあ、大した規模の艦隊ではないんですが、これも一路、イタリア近海を目指します。で、航空機ですね。まあ、さっきお話した通り、もう航空機は、新しいものは、もう一旦作らずに、一世代前のものにはなりますが、旧式機で大量生産を行っていきます。惜しいね。北海もうちょっと頑張れば取れるね。では、アラビア海からまず指示していきます。艦隊を出しましょう。航海に。艦隊を派遣。
敵が攻め込んでくるとはちょっと思えない状況なんで。まあ、とはいえ火をつかれる可能性はありますからね。大破している天下無双。これがちょっと動けない限りどうしようもないな。となれば、カナリア沖で待機している、この状態を維持するしかないね。艦載機にダメージが出てるのは、うわ、偵察機がない。偵察機がないんだな。そしたら次のターンで偵察機を作る前に、このターンで偵察機を全部作っちゃおう。で、乗せて待機する。いや、偵察機さ、やっぱ一番消耗激しいよね。最初に敵に見つかって、最初に敵に追い回されて、最初に撃沈されるというのが、まあ、偵察機の悲しい定めなんで。偵察機を重点的に作っていきますか。ここも偵察機だ。偵察機がちょっと足りないな。思ったより偵察機が消耗してるね。ここも偵察機なんじゃない？偵察機だ。全部偵察機だよ。あ、東海岸に敵侵攻。いや、無謀だろう。大丈夫なのか。どれくらいの規模かわからないですけど、ここは確実に撃退しておいて、敵の艦隊のね、損害を与えておきましょう。ここ無双は撤退かな。いや、行くか。やるな。で、敵は空母がいる。これ護衛空母だ。いや、正規空母だ。では、艦隊の指揮を直接取ります。マックススピードで敵を。艦隊の足が止まったら一気に敵艦隊に総当たり攻撃。こういうところで確実に敵艦隊を消耗させられるのはでかいな。味方の損害はゼロで、航海に突入戦です。敵の位置は知れてるね。ここはアメリカ軍の将兵を井上さんが監督して戦うと、まあそういう構図ですね。早い。敵の飛行場破壊が早い。あとは敵の艦隊がいるかどうかですが、今のところ敵の艦隊はいるね。規模は戦艦。まあただ、大規模なものではないので一瞬で駆逐できる。ここ無双が。ここ無双がやられている。まあ一心に敵の攻撃を受け止めてくれたんでしょう。まあ、あの天下無双にしろ、古今無双にしろ、あと未来無双っていうのも今作ってます。同じ天下無双型の3番艦として。まあ、彼らはね、その火力もそうなんですけど、被害担当艦という、まあ、役割もありますからね。では、航海に入った艦隊ですが、古今無双を含め、ダメージを受けている艦隊は一度、インド洋に戻し、いやー、イタリア海まで強行しよう。で、一気に決める。まあ、戻してもいいんですけどね。まあ、どっかでやっぱり、博打というか、無理押しというか、ゴリ押しというか、まあ、そういったものは必要になってきますよね。で、あとは偵察機ですね。数が足りないのが明らかになった偵察機。これを作っておきます。では、第一艦隊の方に目を向けていきましょう。天下無双がまだ回復してこないか。となると、第3艦隊をカナリア沖に出します。で、予備艦隊の、
第6艦隊、これもカナリア沖に出して、カナリア沖の艦隊戦力を充実させましょう。で、カナリア沖の方ですが、足りていない艦載機、特に偵察機、これが足りていないのが明らかなので、偵察機を配備。残りは爆撃で補います。で、4番艦に当たる安土ですが、これに艦載機、雷撃機がないか。まあ、その分、じゃあ、爆撃機を増やしましょう。で、偵察機の数も増やします。これで、次のターンでジブラルタルを攻めましょう。そのために、スパイを送り込みます。では、イタリア近海目指して、古今無双に粘ってもらおう。敵の飛行場の位置は割れてます。まあ、なんとしてもね、古今無双には残ってもらいたいので、あとは敵の艦隊がいるかどうか。敵の飛行場一つ目、破壊確認。ここまで敵の艦隊はいなそうですね。発見できてない。まあ、これはひとえにドイツ軍がね、北海でイギリス軍と頑張って戦ってくれてるというのが結構大きいんじゃないかなと思いますね。もしドイツ軍がね、敗れていたら、ここまでさっくりはいかずに、イギリス軍も防衛戦力を充実させてきていたと思うので、まあ、その点は本当にありがたいポイントかなと思います。では今回も航空機作ります。雷撃機が足りていなかったので雷撃機を作りましょう。中距離の重高層重装甲雷撃機ですね。で、地中海の方ですが、艦載機、やっぱり偵察機だね。偵察機が最初に消耗していなくなっちゃうんだね。では次のターンでイタリア近海を目指します。で、カナリア沖に入った艦隊、こっちもね、動けるようになると思うので、カナリア沖の方に目を向けてジブラルタル攻略を目指します。次のターンで入ってこれるかな。イタリア近海をまず先に取っちゃいましょう。ここで一息つければ古今無双の回復ができますからね。イタリア近海はドックがあるので、そこでまずは古今無双の修理を行いましょう。ここも敵の艦隊がいないのであれば、航空攻撃でね、蹴りをつけていきたいですね。ここも敵の艦隊はいないね。いや、重要拠点のイタリアにイギリス軍が艦隊を配備できないほどに、戦力的には追い詰められてるっていう状況だな、イギリス軍。いや、この状況、ヤマト特攻リベンジ始めた時ではとてもとても想像できなかったな。では古今無双は回復、天下もそうかな、回復途中ですが、敵の艦隊が侵入してきているようなので、これを迎え撃ちます。念のため1隻だけ、2隻かな、回避させておこう。残りは敵の攻撃に行く。うわー、戦艦部隊か、重たいな。この戦艦部隊は重たいね。まあ、ただ足の速さを生かして敵の戦艦をね、魚雷攻撃で仕留めていくという作戦は決まりそうかな。
損害確認します。味方ですが、あー、従順が5隻沈められてますが、敵の戦艦を4隻、あとは巡洋戦艦を2隻、軽空母を1隻、クルーザーを2隻、駆逐艦を2隻撃沈してますね。ちょっとここは第2艦隊言えてないね。第2艦隊東海岸の防衛に専念した方がいいかもしれないね。ではイタリア近海に目を移します。イタリア近海ですが、艦載機のダメージは総流でちょっと出てるので、総流に補充しましょう。で、あとはここアルミが取れるので輸送船を、で、さらに輸送船が全然足りてないね。輸送船を作ろう。で、イタリア近海からさらに艦隊を進められそうですが、スパイ活動が重要じゃなさそうなんで、スパイを入れておきます。で、カナリア沖に目を移す。カナリア沖にようやく艦隊が戻ってきてくれているので、これらの艦隊をうまく使っていきましょう。雷撃配備 OK だ。で、航空機の方は今回は比較的他のものに余裕があるので、偵察機をまとめて56機作りましょう。でだ、3隻の空母体制になったところでジブラルタルへ突入。ジブラルタルを取れば、あとはドーバー海峡だけになりますからね。ドーバー海峡で一旦艦隊を立て直したい。そしたら第4艦隊はドーバー海峡を目指しますかね。ジブラルタルは4隻の空母で敵の艦隊を仕留める。もうここまで来るとちょっと正直作業芸な感じになってますけど、ここまでが大変だったからね。ここはもうね、存分に爽快感を味わいたいところですね。敵の艦隊がいる。まあジブラルタルはね、もう要衝中の要衝、敵としても絶対に失いたくない場所だと思うので、まあ、当然の守りの固さかなとは思う。では第2艦隊の指揮を取ります。敵の空母艦隊へ突入、全速力で突入していきます。敵の空母を仕留める。よし、あとは任せちゃいましょう。第一艦隊の方からは攻撃隊が発艦。で、敵の空母が残っているのは味方の攻撃機が攻撃に入ってますね。少し味方の打撃艦隊、従順艦隊にダメージが出ている報告が上がっているので、ちょっとここは心配ですね。なかなか足がまだ速いんだな、ここの空母が。では第2艦隊の指揮を取って敵の追撃に当たりましょう。まあ、足が速い分ね、敵の艦隊を捕捉すれば逃がさないで済みますね。
では艦隊の指揮を任せます。まあ、4隻の空母体制になったので、まあ、楽にはなってるはずなんですよね。圧倒的に攻撃効率という意味で。さあ、ジブラルタル残された敵の基地一つ。今打撃艦隊が攻撃に入ってますね。ジブラルタル海峡をこんなにあっさり取れる日が来るとは思わなかったな。新潟の打撃艦隊から第6艦隊、従順1隻、クルーザー1隻、第3艦隊からクルーザー1隻、これが撃沈されてます。敵の艦隊の方は壊滅させましたね。さあ、そしたら、ジブラルタルで一旦止まりましょう。後続のイタリア近海を攻略した艦隊。これが、そうだなぁ、勝破してるココン無双か。勝破してるココン無双を、一旦ジブラルタルで合流させますか。ねえ、それが良さそうだ。アメリカの東海岸は残った戦力で迎え撃つ。ここを落とされるわけにいかないので、2隻のクルーザーを逃がしておいて、残りで迎え撃ちましょう。天下無双がね、完全に回復してますからね。雪が舞う。敵の位置を確認。いやー、かなりの規模の艦隊で。戦艦が沈んだ。ココン無双がたった2発で沈められたか。早かったな。いや、ココン無双沈んだか。ちょっと2発で沈んだように見えたよね。まあただ燃料にね、引火したらあっさりやられるなんてことは、まあ、よくありますからね。味方の方は戦艦天下無双が沈められたか。となると敵はアイルランドにそれなりに数が入ってるんだろうな。これ見るとね、そうだね、アイルランドに侵入してきた艦隊だったんですね。であればイタリア近海からですね、艦隊を出していかなきゃいけないわけだな。西地中海に敵の艦隊あり。そしたらジブラルタル海峡を攻めた艦隊のうち第6艦隊を残して第1第3艦隊でドーバー海峡を目指しましょうか。ここはね、西地中海の封じ込めが絶対条件なので、残された艦隊で攻略を進めていかざるを得ないという状況ですね。では今回は航空機を爆撃機と雷撃機とあと偵察機ですね、作っておきます。偵察機は消耗が激しいのが明らかになったのでケチらず作っていきます。
で、安土の方にも関西機。まあ、洋上基地型の空母がね、4隻いるので、大丈夫かなとは思うんですけど、まあ油断はね、当然できないので、敵の基地がありそうな場所に飛ばしていきましょう。了解。了解。了解。敵の偵察機のね、帰る場所で、場所は分かり、おっと、敵の艦隊発見。結構大きい。この時期にしてはそれなりの規模の艦隊だね。あとは敵の航空基地がありそうな場所、こことかにもあっても良さそうだけどね。ちょっと今のところ発見止まりできていませんが、うわ、艦隊いるな。まあ、ただここで艦隊を叩いておけば、ドーバー海峡に艦隊がいない可能性がありますからね。ここは腹をくくって敵の艦隊と艦隊決戦を挑んでいきます。こっちにも敵の戦艦空母がいるな。ただパッと見は旧式の空母のように見えるんで、隊列の乱れた艦隊には魚雷をぶち込んで一気に仕留めましょう。敵の基地の場所は3つ全て確認しましたね。あとは敵の空母、後々のね、厄介の種を積んでおきましょう。ここで夜になっちゃうのか、しょうがないね。まあ、夜の間に敵の基地攻撃を行っておきます。おそらく敵の戦艦空母取り逃してますので、次ドーバー海峡で戦うことになるんじゃないかなと思います。まあ、幸いなことに味方の空母にはダメージ出ていませんので、連戦でいけるかなと思います。航空隊発艦、敵飛行場破壊。では、最後の戦いにしよう。元帥もね、生まれたしも言うことなしだけど、ついに敵の艦隊を駆逐しきる、まあそんな時ですね。いや本当にね、ドイツ軍がね、よく落とされずに粘ってくれたなーっていう感じがします。場所も割れてる。これだったら安心して見てられるな。了解。敵の艦隊がいるのは明らかなんで、敵のね、艦隊と三つある飛行場、もう一つ破壊しましたが、残り二つの飛行場ですね。これの破壊を行っていきます。もう本当にヤマト特攻リベンジはね、最初の沖縄戦の攻略からもう第十何話みたいな、まあ第十何回目みたいな感じで何度も何度も
繰り返ししたので、本当にね、ここまでお付き合いいただけた方、本当に嬉しいんですけど、ようやくね、今回、まあ、最終回ということで、無事、ヤマト特攻リベンジ、そのリベンジ完遂ということになりそうですね。敵の飛行場は全て破壊済みなので、残った敵の艦隊を駆逐していきます。この総統戦が終わればクリアですね。これが最後の艦艇じゃない、まだいるか。いやー、最後の最後に全戦力を投入してきてるね、さすがに敵も。まあ、ここが最後の拠点ですからね、イギリス軍としては。まだどっかにいる、この辺りにいるな。他に敵の艦隊がいる。ここにいるね。これこそ本当の最後の艦隊であってほしいな。では最後の艦隊の指揮を取ります。高速重武装従順の魚雷攻撃をドカーンとはめたいところだけど、よし、終わりましたね。全重要拠点の制海権の獲得が完了です。はい、というわけでね、提督の決断法パープキット、ヤマト特攻リベンジ、もうこれ集大成的な位置づけでプレイを始めさせていただきました。なんとかね、くじけそうになりましたが、クリアできました。いかがでしたでしょうか、ということでね、ここからは、じゃあエンディングの方を見ていただいて終わりにしていきたいと思います。本当に、帝徳の決断法を長く、ご覧いただいてありがとうございました。
はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。